何事ってね、思ってると思うんですよ。はい。俺も思ってるよ。あれ、なんか暗くね？あ、やべそうだ。忘れてた。オッケー、明るくなったかな？ほれ、明るくなっただろ？これさ、何かって言うとね、あ、見てこれもなんか飛べそうでしょ？確かだけどさ、俺の記憶が正しければ、すんげえ前に注文したものだと思うのよ。いつだか忘れたけど、今年の最初？ってか、下手したら去年の終わりくらいに注文したものだと思うんだよね。事の発端はツイッター見てたらさ、なんか視聴者さんが、この洋服よ、この洋服をなんか引用リツイートがなんかして、これアーツ回線にしてほしいみたいなのがあったから、俺はもうその時バカだったから、ああ分かったっつって注文したのよ。いつになっても届かなくても、それの存在を忘れてたら今届いたよね。で、せっかく買ったならもう着ようと思って今動画内で着てんだけど、やっぱいつもの青パーカーの方がいいね。見てこれ、なんか左右で違う色なの。今回ちょっといつもと違ったね、アーズ会をね、見せようとな。たぶさんでいいのもな。今回はいつもと違ったアーズ会をお見せできることになるんじゃないかなと思います。見た目だけだけど。ということでですね、皆さん、恐怖体験ありますか？ホラーなことでも、命の危機に関わることでもいいんですけれども、なんかとてつもなくゾッとした話ってあるじゃないですか。今回はそんなみんなのゾッとした話を募集してみたい。イエーイでございます。僕の恐怖体験、僕ね、意外とあれホラーの恐怖体験で今まで一回もしたことがないんですよ。不思議だなーって思ったことも何もないし、全然この世の断り通りに人生を生きてきてるんですけれども、中にはやっぱりお化けとかそういう類の恐怖な体験をしたことがあるっていう方結構いると思うんですよ。今回僕この動画をね、思いついた時天才だって思いました。今回こちらいつも通りボン、ツイッターの方で募集したんですけれども、うわー、僕私ツイッターやってないから恐怖体験に応募できなかったって方少なくないでしょう。そういう方安心してください。この動画のコメント欄に皆さんの恐怖体験書いてってくれれば、僕が後から見て楽しむのでぜひお願いいたします。そのついでに高評価とチャンネル登録もポチポチっと押してくれたらめちゃくちゃ喜ぶので、ぜひお願いいたします。まあ、幽霊系ではないんだけど、僕が直近で結構恐怖してることがね、もう最近この髪が取れやすくなっちゃって、磁石だからさ、磁力になんか賞味期限とかってないじゃん。なのになんか最近すっごいね、簡単にこう下向いてるだけで取れちゃうんですよ。だからこれはちょっと自分で直さないとなって思ってます。やっぱほら、ハゲって嫌じゃん。俺まだハゲたくないのよ、若いし。いやー、髪の毛が挟まった、痛い。ということで今回もね、本編の方はそろそろやっていきたいと思います。それではやっていきまーしょう。エレベーターに頭挟まれたことですね。閉めるボタンを押す JK めっちゃ笑顔でした。関わっちゃいけないタイプの JK で、俺はそれでも大歓迎だけど。鏡にじゃんけんして勝った。これでもし負けてたら恐ろしいね。新卒で入ったはずの会社がある日突然消えました。ホームページが消え、新卒カードがドブに捨てられました。恐怖だし、これは普通に意味わかんないってなるよね。びっくりしちゃう。せっかく内定取れて新卒で会社に入りましたって思ったら、会社が消えちゃってんだ。こういうことってあるんだろうね。多分急に倒産しちゃったとかだと思うんだけど。怖いから俺はもう絶対に就職しません。エスカレーターから落ちかけた時、家族全員落ちかけた。知らん人に助けてもらった。とても恥ずかしかった。家族全員ってどんな状況？子供たちがふざけててエスカレーターから落ちちゃうみたいなことならまだあるかもしれないけど、家族もろとも全員エスカレーターから落ちるってみんなふざけてたってこと？何があったんだろう。これはバックグラウンドが気になるパターンだ。一昨年の初夢が自分が死刑囚で毒飲んで死んだという内容でした。新年一発目から最悪と思いました。未来予知なんじゃないの？小学4年生くらいまで夜のトイレが怖すぎて、廊下走って部屋から行って、また走って帰ってきたんですけど、その途中にあるお仏壇の置いてある部屋が襖なんですけど、そこからいつも目や顔が見えていて、本当に怖かったです。走ってるからさ、転んだりして怪我しないか心配して見てくれてたんだよ。で、もしも転んでたら絶対に引きずり込まれてたんだろうね。自分は結構早めに学校に着く人なんですけど、朝行ったら自分の机が濡れてて、自分以外にはその教室に一人の女の子しかいなかったんですけど、クスクスって笑ってたんですね。君の机で稼働の、セミを死んでると思って足でつついたら、ジジジジジジって暴れた。その後光ったと思ったらセミと合体して仮面ライダーになった。やだ、セミの仮面ライダー。俺は敵側を応援したくなる。セミとか本当、昨日もさ、こういうツイートをしたんですよ。滅んでほしい。もう生態系壊さないだろ、別にセミが死んだところで。わかんないよ。専門家の知識とか、ないんで僕は。こういうこと言ったら、コメント欄に、いや、セミはよ、セミはこういうところが大事なんですよ。あれって何もが欠けて、セミってぬく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 とか言ってくるような気持ち悪い人たちが現れるかもしれないんで、あんまりこういうことは触れたくないんですけど、俺は、一セミアンチとして言いたい。お前が生態系を破壊しようが、俺はお前に滅んでもらいたいと思ってるからな。ゴキブリとセミだったらまあ、家に出たらゴキブリも嫌だけど、俺はなんかやっぱセミの方が無理かもしれない。だってセミが家にいるのとゴキブリが家にいるのどっちもめっちゃ嫌だもん。よかった、タワマンで。うち絶対ゴキブリ上がってこないからね。ここまで上がってきたらもはや拍手を捧げる。これで実は自分がタワマン住んでて上の階の方に住んでるっていうね、自慢をしていくんですけれども、築18年とか19年とか俺より1個上くらいのマンションなんで、もうあれもうボロいのボロいの。ちょっとさ、聞いてほしいんだけど、ちょっと待ってね。多分俺これマイク持ってるから聞けると思うんだ。ドアの音やばいから。
ああ、今日はそうでもないか。なんかね、この時期になるとさ、湿気がめちゃくちゃ多くなるじゃん。だからそれの影響なんだろうけど、ドアを開けるときお化け屋敷みたいな音するの。ちょっと録音できたらしとくね。ギーみたいな。もうなんか笑ってんのかな、このドア。見た目だけタワマンみたいな。しかもね、東京23区内のタワーマンションとは思えないくらい家賃が安いの。3LDK で都内のマンションなんてさ、だいたい家賃30万とか行くんだけど、うちのマンション全然そんな行かない。めっちゃ安いの。俺でも払えるレベル。小学校2年生の時、掃除の時間、雑巾を濡らしに行って掃除場所に戻ってきたら消火器が爆発して目の前が真っ白だった。これ以降消火器が近くにあると落ち着かない。消火器って爆発すんの？何が原因なんだろう？詳しい人いたら教えてください。俺は自分で絶対に調べないんで、こういうの。セブンイレブン行った時、車に轢かれて道端に雑巾丸出しで、まさにザ・グロ動画に出てくるようなスズメがいたことですね。わーお。なんか、二つほどね、嫌な思い出が今蘇りました。一つ目は、この人と同じなんですけど、僕、小学校、低学年かも、下手したら幼稚園生の頃なんかな。韓国旅行に行ったことがあって、韓国でさ、歩いてたら、道端に、多分人に踏み潰されたであろう、スズメの死体があったんだよね。韓国にスズメいるんだと思って、いるのかな？まあ、スズメじゃないかもしれない。大きさ的に俺は勝手にスズメだって断定したけど、潰れて乾いたスズメがね、いたよね。怖かった。これもう一つがね、結構やばいことなんだけど、俺ね、多分これ小学5年生の時かな、飼育員みたいなのやってたのよ。で、その小学校、ウサギをね、その時確か2匹飼ってたんですよ。裏門の方で飼ってて、その小屋がかなりボロいの。なんかさ、金網みたいな小屋で、ほぼ手作りなんじゃないかみたいな。天井もボロくてさ、天井と金網の扉の隙間、穴開いてるみたいな感じ。とにかくボロかったの、その小屋が。で、俺はいつも通り朝早く飼育員の仕事するために学校に着いたのよ、他の生徒たちより。そしたら僕よりも先にもう一人早く来てた女の子がいて、その女の子が泣いてたの。何って思って、すごい大泣きしてるからどうしたのっつったら、その子ウサギが血出してるって言ったのよ。金網かなんかに足引っ掛けて怪我しちゃったんだろうなって思って、俺もそのウサギ小屋の方見に行ったのよ。こっから動物好き、ウサギ好きの人は少し注意なんだけど、見に行ったのよ。で、扉開けてみたら血生臭いの、すっごい。で、チラッって見たら、顔のね、半分がなくなったウサギが横たわってたのよ。怪我してるどころじゃねえって思って、一匹横たわって死んじゃってんだよ、完全に。もう一匹のウサギはなんか無事だったんだけど、なんか後ろ足バタンバタンってやって怖がってて、それ何が原因かってね、その小学校都会のくせにたまに野良猫が出てくるんですよ。結構デカめの、よく見る黒猫がいて、意外となんか凶暴性が高いみたいな噂だったんだよ、ね。その、さっき言ったさ、扉と天井の隙間に穴が開いてるって言ったじゃない。そっから黒猫が入り込んで、多分ウサギを襲ったんだろうなっていう、解釈でした。俺今黒猫じゃね？これが小学生の頃の記憶がほぼないアーズカイの数少ない覚えてる出来事です。マンションに住んでいた時にタンスと見つめ合ったら、だんだん顔が見えてきて、その後フェードアウトしました。顔は女性でした。だけよ！昔よく行ってたスーパーで、小1の頃一人でトイレに入ったら、その後入ってきた幼稚園ぐらいの女の子がトイレの中で不審者に殺されたこと。当時はよく意味も分かってなかったけど、改めて聞いたらガチで怖かった。マジで言ってる？調べたら出てくんじゃないの？これかな？公共施設のトイレ行くの怖くなってきた。山登ってたら前からイノシシがフォークダンスを踊りながら近づいてきた。小学生の頃の夢でデパートが急に地獄に変わって鬼に体真っ二つにされる夢見たことですかね。マジで死んだかと思いました。うわー、待って、これなんかさ、なんだっけ名前、俺めっちゃ大好きだったものがあって、あれだ、地獄、なんだっけ、絶望鬼ごっこだ。そうそうそう、絶望鬼ごっこっていう漫画があるんですよ。漫画じゃないや、小説。なんか小学生中学生向けの小説なんだけど、大好きだったんだよな。小学生の頃流行ってたんだよね、絶望鬼ごっこが。まあ、一部だけど、俺の周りで新しい新刊出たら絶対に買ってたくらい大好きだった。うわ、懐かしい。家にあるから今度読み直そう。めっちゃ面白いんだよな、あれ。蜂に追いかけられたこと。その時黒い服の友達が数人いてガチで危なかった。誰も刺されずに帰れた。マトリョシカとか歌いながら追いかけてきたのかな。高校近くの裏道歩いてたら、後ろから露出鏡、かっこ水泳帽と水泳ゴーグルだけ着て股間を押さえてたが着てたらしくて、目の前に回り込まれたことですかね。ちなみにテスト初日にあったから勉強した内容をすっ飛びました。この出会いがきっかけで後に最高の相棒になるやつだ。おばあちゃん家のトイレにある窓の外見たら、身長が2メートルはある白い服着て白い帽子をかぶった髪の長い女の人がいたこと。今考えるとあれは八尺様だったかもしれないなって思ってる。女でよかった。ゆり展開も期待したい所存。下半身だけの白い女性がお風呂に向かって消えた。その後お風呂入った時怖すぎて鏡見れなかった。下半身だけなのに女性って分かったのは全裸だったってこと？興奮するね。
家の玄関の扉開けた瞬間、足にゴキブリ飛びついてきた時、めちゃくちゃ懐かれてるやん。あれでしょ、なんか、ワンちゃんみたいにさ、家の扉ただいまーって開けたら、ババババーって寄ってきて、バーンってこう、ね、懐いてきてくれてるってことでしょ。よかったじゃん。昨日深夜にトイレ行って、よし寝ようってトイレから出て自室に戻ろうとした時に、真っ暗闇の廊下で後ろから声をかけられたことですね。静かな声で焦りまくりました。正体はお父さんでした。もはや怖がらせようとする意思はあったんじゃない？せめて電気つけてほしかったよね。急にバチンって電気ついてもびっくりはするけど、真っ暗闇の中から声が聞こえるよりかは幾分マシ。俺本当にホラー無理なんで、今後もっと有名な YouTuber なんで誰かにホラードッキリかけられたら俺はそいつを殺すしかない。自分のベッドの下に置いておいたいかがわしい本の位置が移動していた。親が移動させたか一人でに動いたか。配信中に気を失ってたこと、これめっちゃ怖かった。寝ただけではないんだよね。俺には寝落ちしただけにしか聞こえないけど。友達と自転車で遊びに行ってた時に、その友達が少し遅れてた時に急いで漕いでたら、車に思いっきり引かれて2メートルくらい飛んだのに、何もなかったかのように起き上がってきて、心配して声をかけると救急車いらんいらんと言って帰ってたことがある。今でも少し怖い。バキの世界から来たんじゃない、その友達は。むしろ車の方にめっちゃ傷がついたんじゃないかなって、俺今これを読んで心配になった。あとすっごい文章読みづらい。そう、これ言いたかったのずっと。俺さ、軽く見てる時にね、どんなの採用しようかなって、面白いなって思うんだけど、文章が読みづらい辛すぎてボツにすることが多いのよ。みんな国語力、文章力鍛えてください。めっちゃくちゃ読みづらいのが多い。せっかく面白いコメントなのにマジでもったいない。冷蔵庫を見たら、昨日名前書いておいたはずの焼きプリンがなくなってたこと。あー、これあれか、焼きプリン消滅事件ね、ニュースでやってた。何かに追いかけられる夢を見ていた時に、夢の中でも走っていたけど、現実でもベッドの周りをぐるぐる走り回ってたらしい。母親が正気に戻してくれなかったら、ベッドに小指をぶつけてたんだろうなと考えると怖い。被害が少ねえ。ベッドに小指ぶつけるだけか。まあ、痛いけどね。痛いけど、それだけってなっちゃうよね。うん。なんかもっと、他に、無遊病とかそういう怖い何かがあると思うんだけど、それは大した問題じゃないのかな、この人からしたら。小さい頃に誰かに遊具から落とされて鼻からしっかり落下して、その後鼻が捻挫したことですね。そのせいで鼻でかくて持てない。後遺症えぐいな。小指と大違い。将来お金貯まったら整形しよう。飲みに行った帰りに身長高い男の人に声かけられて、酔っ払ってたら何も考えずについて行ったら車に連れ込まれたことがな。しかも相手男と思ってたら身長高い女の人だったのも怖かった。この後がめっちゃ気になるぞ。これは連れ込まれた後何が起こったんですかって話。朝起きたら枕が血まみれだったことかな。鼻血か耳血か首から上なくなってたか。ベッドから降りて一歩踏み出すと床が抜けるっていう夢で飛び起きて、ベッドから降りるとたまに床が抜けるっていう夢をループしてみたこと。本当に怖かった。マリオのステージみたいで楽しそうじゃん。歩いてたらサンダルの上にカラスの糞落ちてきたこと。逆にさ、レアじゃない？なかなかなくない？なんか歩いてて鳥の糞が落ちてきたってこと。人生で一回しかないし、その一回も別に俺に落ちてきたわけじゃないからね。鳩の糞がそもそも落ちてくること自体がレアなのに、さらに鳩じゃなくて相手カラスなんでしょ。プラス思考で考えると、これめちゃくちゃ運がいいことなんじゃないか。学校で一番怖い先生が、宿題確認するから机の上に出せ、あれだけ言ったから忘れてるやついないよな、いるわけないよな、なあって一席ずつ回っていった時、私家に忘れた。これ余談なんですけど、このヨトって子はさ、普段の態度とか成績があまりにも良すぎて、これ怒られなかったらしいよ。後から聞いたんだけどね。俺はそれ聞いてね、多分勉強する意味ってこういうところにあるんだろうなと思った。先生とかそういう大人、もう大人じゃなくても同じ生徒からもよ、信用を勝ち取るには学力がいるんだなって思った。今思えばさ、高校とかで何かが分かんなかったり、何かが頼る時って絶対に頭悪い人の方向に行かないじゃん。多分勉強できる人のところにみんな行くと思うのよ。普段のよほどのカリスマ性とかがない限りは。実際その学ぶ内容には何の意味もなくて、勉強していい成績を取れば、そういう普段の周りからの信用が取れるっていうことなんじゃないかな。俺はそれでも絶対に勉強しないけどね。ってことで、いかがだったでしょうか、今回の動画は。みんなの恐怖体験面白かったね。やっぱこういうのって聞いてて楽しいじゃん。自分もいっぱいベラベラ話してて楽しいし、さっきも言ったけど、こういう恐怖体験自分もあったなって方、本当にコメント欄に書いてってください。めちゃくちゃ楽しかった今回の動画、いつも楽しいけど。じゃあそんな感じで今回ここら辺で終わりにしようかな。最初にもう言いましたが、高評価とチャンネル登録まだ押してないよって方、ぜひぜひ押してってくれると喜ぶので、ぜひお願いいたします。そしてですね、こちらもまた先ほども言いましたが、 Twitter のフォロー、はい、まだしてないよって方はぜひしてってください。普段のネタ募集とか、今回のこのパーカーの話もね、この動画で登場する以前にもう Twitter の方で投稿してるので、事前情報とか、なんか普段のおもろいツイートとか気になるよって方、おもろいツイートしてないけど気になるよって方いたら、ぜひ見に行ってください。それでは今回ここら辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。いやー、楽しかったね。
化け猫やもう見て、ヒヤセついてる、かわいい。